あら、ちょうどよかったわ。みんな、メリークリスマス。実は、これから世界の子たちの様子を見に行くの。クリスマス像が見られるらしいから。ほら、急いで急いで。ある学校に、一人ぼっちの転校生の少年がいました。少年は、また、親の都合で転校してしまうからと、友達を作りたがりません。でも、寂しそうな少年を、放っておけないクラスメイトたちは、少年と仲良くなろうと、今日も集まって、声をかけています。ねえねえ、この後クラスでクリスマスパーティーをするんだ。ゲームしたり、お菓子食べたりするの、きっと楽しいよ。誘ってくれてありがとう。でも、ごめん。僕は一人がいいんだ。だから構わないでくれ。え？でも、一人ぼっちじゃ、寂しいよ。その通りだ。あ、この声は学級委員長くん。いや、俺は学級委員長ではない、サンタクロースだ。どこからどう見ても学級委員長くんだよね。いい、サンタクロースだと言っているだろう。今日は転校生にプレゼントを届けに来たぞ。じゃーん、友達だ。あ、でもどうせ僕はしばらくしたらここからいなくなって。まだ先の話なんだろう。そんなの今日を一人ぼっちで過ごす理由にはならないぞ。それにな、友達は、どこにいようが関係ない。え？そうだよ。会えなくても、メッセージを送ったり、電話で話したりだってできるし。うん。友達は、ずっとずっと、いつまでも友達のままだよ。さあ、転校生。みんな、ありがとう。でも、どうやって友達になればいいのか忘れちゃったよ。なーに、一緒に歌って踊ってしまえばあっという間に友達だ。イエーイ、それじゃあミュージックThank you.
コネゲコクたち、もう友達だね。なあ、転校生、メリークリスマス。学級委員長くんもメリークリスマス。俺はサンタクロースだと言っているだろうが。こうして一人ぼっちだった転校生の少年はポカポカなクリスマスを過ごしたのです。おしまい。メイコ、おかえり。みんなと世界に行ってたんだね。ええ、世界で素敵なショーを見てきたの。とっても優しくて、あったかくなるお話だったわ。それは良かったわね。みんなも、あの子たちのショーは楽しめた？ふふ、急いで見に行った甲斐があったわね。もう、メイコとみんなばっかり楽しそうでずるいよ。じゃあ、私たちもショーをやってみる？ここにいるみんなに歌を届けるスペシャルショー。わあ、なんか楽しそう。みんなも期待してくれているみたいね。ええ、じゃあ行くわよ。5人だけでなんか楽しそうなことしてる。本当だ。僕たちも一緒に歌いたかったな。ふふ。二人とも、さっきのミンと同じことを言ってるわ。そうね。やっぱり、こういう楽しいことは、みんなで分け合わなくちゃ。ねえ、カイト。私、まだまだ歌い足りないんだけど、この後も付き合ってくれる？もちろん。
それじゃあこのままクリスマスパーティーを始めちゃおうか。それがいいわね。みんな、準備はいい？行くわよ。メリークリスマス。みんなも楽しいクリスマスを過ごしてね。